自民党、敵基地攻撃能力の議論を開始へ、公明党は妨害。産経新聞によりますと、自民党が安全保障調査会と国防部会を中心に、敵基地攻撃能力を含むミサイル防衛に関する検討チームを立ち上げ、今週中にも議論を始める方向で調整に入ったことが明らかになりました。ただ、 公明党は敵基地・攻撃能力について反対しているとされており、この公明党によって日本の敵基地・攻撃能力が骨抜きにされてしまう可能性もございますが、現在、日本には自衛隊には敵の基地を攻撃するために必要な装備が配備されておりませんので、 例えば、敵の防空網を完全に制圧する装備などを導入する必要がございます。まあ、ただ、そういった装備を導入しますと、当然費用もかかりますし、また、自衛隊内においては、人手不足が起きておりますので、そういった敵基地攻撃を行う人員についても確保することが難しいんじゃないかと思われます。 こちら、一番簡単な手段としては、まあ、ある程度費用はかかりますが、日本も他国と同じように、弾道ミサイルを開発し、まあ、できれば核兵器も開発して配備することが、北朝鮮だけではなく、世界中の国々からのミサイル攻撃を防ぐですね、非常に強力な抑止力になるものと思われますので、 自民党には是非とも、そういった弾道ミサイルの保有についてもしっかりと議論していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。